ホモ。おはようございます、ゴミ袋です。今日休日ですね。はい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 、あ、わかったわかった、そういうことね。ようやく俺がやるべきことがわかったわ。はい、皆さんおはようございます。実を言うと30分前とか、まあ結構前から起きてるんですけど、パッと起きた瞬間、あ、もうこれ終わったわ、もう夕方じゃねって思ったんだけど、全然余裕で朝でした。しかもいつもより起きるの早いっていうね。しかも結構シャッキリしてるんですよ。まあ良かったですね。昨日寝るの結構遅かったんだけどね、よくわかんないけど早く起きれました。じゃあ飯食って仕事しよう。うどん食べます。じゃあご飯食べていきます。ご飯じゃねえな、うどんか。うどん 250g、 ごまだれ、あとこれ胸肉多分 200g ぐらいですね。めっちゃ美味しそうで、最近またメンマ復活しました。ちょっとこれ瓶ちっちゃいけどね、もうほぼないけど、これからメンマも食べていこうかな。どんどん、美味しそう。あー、ダリーからだ。うわあ、いっけねえ。いっけねえ。やばい。今日5時からゴミ袋先輩と手びねをする予定だったんだ。やばい。また焦っちゃった。いや、これ絶対また怒られるじゃん。絶対これまた怒られるじゃん。また、絶対怒られる。絶対怒られるじゃん、これまた。I am angry. 君のハートにレボリューション。カス、マジで。はい。忘れちゃってたら、お前、その帽子かぶんねえだろうよ。いや、何度も言うんですけど、家でかぶってるんですって。やめろ、その、満面の笑み、腹出すから。君に出会えて、ディスティニー。いや、すごいな、お前、ほんとに。よく遅刻して、それできる、度胸あるよな、マジで。すごい嬉しいんですよ。嬉しい。ディスティニーって、わかんないです。今日の相談なんですけど、いいですか？どうぞ。ニキビできやすいんですよ、僕。油物控えたわ。なんでですかね。いや、油物多いからだよ、きっと。いや、油物そんな取ってないんですけどね。うん。どこにできるの？ニキビですか？ニキビは、うん、ニキビは、あるある全身、アルゼンチン。はい、それ。はい、ここ、アルゼンチン。ゴージャスに謝れよ、お前。素晴らしい振りでした。ありがとうございます。はい。ネタ丸パクリじゃないの？違いますよ。自分で考えてんの？ちょっと参考にしますけど。いや、8割ゴージャスだろ。帽子被ってるか被ってないかぐらいだ。じゃあもう一個質問いいですか？どう？さて、問題です。僕の親は仕事を何やってるでしょう？チクタク、チクタク。さあ、わかるかな？はい、さあ、わかるかな？はい、問題です。さあ、わかるかな？わかるわけねえだろ、お前、明日。な。正解は、僕のパパは、牛乳屋。パパは牛乳屋？パプア乳牛乳？そんなバハマ、はい、それ。はい、バハマ。バハマは読めないよな。そんなバハマ。バハマは読めなかったわ。ねえ。ええじゃねえよ。いやー、なんだかんだ言って、今年ももう終わりですね。まだ半分経ってないけどね。11月、12月に言うセリフじゃないの。今年ももうなんだかんだ。いや、もう聞いてね。終わりですね。俺がやりてってなってんじゃん、もう。今年も終わる。コーポジョール。はい、それ。はい、ここ、コートジボワール。しかもどこだかわかんねえよ、お前。どこだよ、コートジボワール。これ星座表なんで。いや、じゃあ出るわけねえだろ、コートジボワールは。わけわかんねえだろ。わけわかんねえよ、お前。泥棒に謝れよ、お前。はい。はい。はい、じゃあねえ。小指立てんな、お前。撮影してる時。うるさいな。うるさいんだよ、ごちゃごちゃ。曲げんだよ。別に悪くないですよね。いや、悪くはないけど、気になんだよ、もうずっとこっち見てんの。なんで小指立てんだよ、それ。こっちで見るか。自然と立っちゃうんですよ。わかりました。え？自然と立っちゃうんですよ。可愛く言うなよ、また最近。そろそろいつか。いや、綺麗よ。できますね。綺麗、カス。体が元気になってきたんで、これから飯食います。昨日の朝かなの残りのペンネと胸肉とキャベツのスープです。美味しそう。あ、セブン、ほんと腹立つ、あいつ。なんか、頭が悪いとかじゃないのよね。なんかね、なんて言ったらいいか、もうその、気違いなんだよね。このまま君だけを奪い去りたい。
やがて朝の光訪れる前に。あれ？ゾゾタウンから贈り物が届いてるぞ。おーおーおお、わあ、T シャツだ。はい、今日は週末なんで豪勢にレアステーキ丼でーす。これ全部使ったお肉？いや、まだちょっと残ってる、うん、とあとイワシの佃煮、最高やね。早く食べたい、今すぐ食べたい、早く食べたい。白砂って。これはね、まず温泉卵をこんな感じで割っていきます。で、少しインサートを挟んだ後にレアステーキをちょびっとつけて、これいただきます。マンモス T シャツ、こんな感じです。マーク・ゴンザっていうメーカーなのかな、すごい、まあ、韓国のメーカーで、これ LL なんですけど、日本だと考えられないぐらいでかいしね。同じ LL でも。オーバーサイズですごいゆったりと着れて、体も大きく見えるし、すごいいいんじゃないかなと思います。こんな感じです。後ろこんな感じです。ゴンズって書いてあるね。ゴンザレス？まあ知らんけど、まあゾゾタウンでちょっと調べてみてください。めっちゃでかいっすよ。外の空気吸ってきます。はい、じゃあね、胸肉を入れていきます。うっ、これやっちゃったんですけど、今からご飯食べます。白米ちょっと少ないですね。なんか後で追加で食べるかも。白米とあとまあ藤子小昆布です。コーヒー牛乳、味噌汁、胸肉今入れてます。美味しそう。おーいえだけの夢をかき集め、探し物を探しに行くのさ、ワンピース。ということで絵記事が完成しました。3000文字弱ですね。何度も言うけど僕は野獣先輩じゃありませんっていう記事書きました。これね、やっぱね、イタチごっこによりね、去年も書いたんだけど、やっぱりね、まあ、新たに登録者数がねめちゃくちゃ増えたんで、ハガセブン野獣先輩説っていうのがね、やっぱそういう噂が絶えないわけですよ。だから再度またいろいろ付け足して記事を書きました。これに関しての動画も僕撮りたいと思ってるんで、まあ皆さんね、ぜひ、見てください。よろしくお願いします。ライブイということで、お疲れ様でした。ゴートレ疲れたわ。大変だったな。汗かいちったよ、ちょっと。あ、髪が伸びてきたね。僕ね、髪伸びてくるとね、ぴょーんとこう立ってくるんですよ。なんかサリーちゃんのパパみたいな髪型になってくるんですよね。サリーちゃんのパパ知ってる？サリーちゃんのパパって、なんか魔法使いサリーちゃんっていうね、昔の魔法の女の子の見るような漫画があるんだけど、そのサリーちゃんのパパみたいな髪型になってくるんですよ。まあググってみてください。そろそろね、ゴミ袋先輩になんかチャンネル乗っ取られそうな感じがしてきました。っていうのもね、まあ彼はね、まあ仕事あるから外出るじゃないですか。外出てまあなんか、まあ仕事の風景だとか、まあいろんな場所行っていろんなもの撮ってると思うんだけど、僕はね基本的に外出るような用事がないからね、家の中で撮れるものしかないんだけど、もうそれがパターン化しちゃってきてるからね。なんか見てていまいちいつも同じようなやつ撮ってるなって感じになっちゃうんだけど、なかなか変化を出しにくい。マジでね、これゴミ袋のチャンネルじゃないのなんてね、コメントも最近来るんだけどね。困ったもんだね。まあしょうがないよね、自粛中はね。だから僕のルーティン動画クソつまんないくなっちゃうからさ、ゴミ袋先輩に協力してもらってる感じなんだけど、これ乗り越えてまた外に出てたくさん撮りたいっす。でね、今日の予定はね、昼過ぎにちょっと車検の最後のなんか来るんだよ。なんか証明書みたいな、よくわかんない、ステッカーみたいなの、あれをもらいに行ってきます。それくらいかな、用事は。それくらい。今日もまた平凡な一日が始まるのか。じゃあ、また、おやすみ。はい、おはようございます。ポニ袋です。週末セレブっていうことでね、今日は八天堂のクリームパンを2ついけます。あと、メロンパンクロワッサン的なやつもいっちゃいます。まあね、普通に焦がしちゃったっていうわけなんですけれども。じゃあね、いただきます。これね、今、嫁袋に聞いたら、1個300円ずつになって。だから焦げ全部取ったわ。いただきます。食べ終えました。ちょっとね、今から買い物行ってこようと思うんだけど、もう車の中が暑すぎてね、こんな描写撮ってる場合じゃないぐらい暑いです。
どうも、戦場カメラマン。間違えました。ゴミ袋です。今、OK スーパー行ったらね、屋上まで駐車場3階建てぐらいであるところなんだけど、1階まで車はみ出てるぐらい混んでたんで、ちょっと、来週1週間分の給油をしようと思ってガソスタに来ました。満タンにしていこうと思います。さすがにね、こんな状態じゃ来週1週間、しのぐってことは不可能なんで、満タンにしていきます。金額ボタンを押してください。押してください。燃料油キャップを開け、赤色のノズルで給油。給油完了後、ノズルを戻してください。キャップの締め忘れにご注意。はい、買い物終わりました。今日もね、2500円ぐらいの買い物で OK カードとあと LINE Pay 使って 5% オフなんで、まあ、125円ぐらいかな、そんぐらいか。まあお得だったんでこれ買っちゃいました。エナジードリンク、なんてエナジードリンクなんだろうこれ。まあなんかカバのマークだけ書いてあるんだけど、これ130円なんで、ちょうど損してます。ご飯の準備整いました。最近毎日うどん食べてますね。パスタから最近気分がうどんです。美味しそう。無性にね、母がセブンに腹が立ってるっていう話なんですけれどもね。いさいいよ食べ息ついても、新しい呼吸が Perfect. はいはいはい、あ、そういうことね。ようやく俺がやるべきことが分かった。ちょっとじゃあ次回はこれやってみようかな。車検のステッカーをもらいに行く予定だったのに、急な眠気が俺のことを襲う。こんなはずではなかったのに。くそ、こんなところでくたばってたまるかってんでい。くそ、うわー、いっけねー、いっけねー。いやー、やっちゃったよまた。いやー、何？え？ 16 時半だっけ？え？ま、何時今？ 16 時40分？今日は16時半からゴミ袋先輩とテレビ電話の予定あったんだけど、嘘、マジで？マジで言ってんの？本当かよこれ。本当？ハースあ、ハースハースじゃないの？ね。はい。何回マジかよって言ってんだよ。もう一発で理解できんだろうよ。できなかった。だしお前、俺映す前にちょっと一回お前映せよ。なあ、それ。おい、ふざけてんのか、お前。いや、ウホじゃなくて。何、お前。ウホって。めっちゃ。あっは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 。あっはっは。ウォント、君生えて、ディスティニー。かすか、お前、マジで。はい。な。はい。はい、じゃねえのよ。ちょっと、とうとう、なりきってしまうかと。何にだよ。宇宙海賊。私の名は、キャプテン、ヘビーゴージャス。いや、被ってる帽子全然ちげえだろ、って言ってたよ。なんでお前ちょっと貴族感出すんだよ。いや、ため息つきてんの、こっちだよ、カス。マジで。カス。すいません。遅刻してんだよ、おめえよ。遅刻しました。すいません。いや、すいませんって思ってないでしょ、もう。思ってますよ。何最初の焦り具合、もう。遅刻した瞬間わかんじゃん、時計見たら。あ、遅刻した、で、終わりじゃん。何？あ、やばい。え、マジ？え、あ、嘘だろ？おいって。本当に遅刻した人間ってのはそういう風に、あれじゃないですか。うん。表現するもんじゃないですか。いや、本当に遅刻した人は、はい。もう一言だけだから。そろそろいつか。そろそろ。いや、早く進めろよ、じゃあよ。そろそろじゃねえよ、カス。ですね。いや、進めんだったら早くちゃんとしろよ、もう進行管理を、ね。ネタなんだっけなって、確かめんじゃねえよ、お前。確かめてねえから。
けえな。何言ってんすか。急に食べ物にすんのやめてもらえる、ちょっと。めちゃくちゃ面白いわ、それ。あ、すいません。すいませんって思ってんだったら、もう金輪際絶対やめてたね、思ってないです。はい。で、でじゃないのよ。何があって、え？悩みがあるんですよ。あ、悩みあるの？すごい。昔から重症化して、重症化っていうか、治んねえなと思ってる。頭もそうなんですけど、多分頭がおかしいがゆえになんですけど、片付けるのが苦手なんですよ。うん、ああ、整理整頓ね。そうなんですよ。遅刻するやつ、だいたい部屋汚ねえもんだって。汚いっすね。今、机とか偉い状況ですよね。でしょ。はい。まあ、片付けるのがじゃあ苦手なんだ。そうなんですよ、もともと。なるほどね。まあ、まず置く場所を決めることからだよね。まあ、普段さ、自分がやってる作業あんじゃん。動画見てると、ブログ書いたりとかさ、動画撮影したりとかすると思うんだけど。そうすると、まあ、じゃあ机の上に、それ作業するのに何があったらいいのかっていうのをまず整理するところからじゃない？なるほど。多分無駄なものは結構置いてあると思うんだよね。捨てる武器物が捨ててないとかあるんですよ。そう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 。まあこれは今度後でいいやとかさ、結構どん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 引き伸ばしてるやつとかあるんじゃない？なるほど。じゃあ掃除した方がいいですかね？いや、しなくていいと思う。いやいや、掃除した方がいいですかね、やっぱ。いや、しなくていいと思うわ。いや、掃除した方がいい気がするんですよね。じゃあちょっと掃除しようかな。何回言うんだ？掃除しようかな。掃除しよっかな。掃除しなきゃ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 。そうそうそう。サウジアラビア。サウジアラビア。はい、そう、俺。いや、出てくるまで遅いよ、お前、サウジアラビア。はい、サウジ、はい、ここサウジアラビア。どこだよ、どこにサウジアラビアあんだよ、おめえは、これ。雑誌の広告じゃねえかよ。わけわかんねえだろ。わけわかんねえよ、カス。誰がわけわかんねえ、今の中で。陰謀不明でねえし、お前。毎回ゴージャスだしさ。はい。違うのないよな、ゴージャス以外の。お、今日で終わりです。いや、知らないけど、そうなんだ。はい、ネタ貯めてたんだ。はい、貯めました。じゃあ、そろそろいいっすか。何か、ネタ終わり。動画の撮影？今日もう終わりってこと？いや、もうネタ終わったんで。うん、こういう身立てんなよ、カス。うるせえな、カス。カスでマウント取ってくんなよ、お前。違う言い回し使えよ。今日は歯切りが悪い。ダメだ。毎回だよ。いい日一回もねえよ、お前。前回調子よかったんだけどな。だとしたら基準が低すぎるわ、お前の。よしじゃねえ。じゃあ終わりましょう。いつか長いんで。綺麗。よし。ということで、ゴミ袋先輩との、まあ、テレビ電話終わったんですけど、まあ動画内ではね、すいません遅刻したしましたみたいになってるんですけど、まあリアルでも、まあ予定の時刻になっても僕は準備できてなかったんで、ゴミ袋先輩が電話来て、始めるよって来たんですけど、すいません、あれ、ガチ寝坊でした。石焼き芋、お芋。ムカついてるゴミ袋です。今日はね、週末セレブ最終日っていうことで、すき焼きにしてます。笹がきしたごぼうと、長ネギ大根、春菊、白菜大根、椎茸、舞茸に、最後近くにね、めちゃくちゃ美味しい精肉屋さんがあるから、そこで 500g のすき焼き用の肉買ってきました。くぅ準備が整いました。これは、ポン酢派です。味ポンちゃん。夢袋さんは、ごまどれ派です。手土産。早く食べたい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 。今すぐ食べたい。まだできてないよ。よし。はい、準備ができました。溶き卵にですね、みつかのポン酢垂らしてできた特製ゴミ袋汁です。これに、この肉を、これね、結構いい肉だから3しゃぶぐらいでいける。よくしゃぶしゃぶした方が美味しいって言ってたよ。ちょっとじゃあよくしゃぶしゃぶしようかな。自分で言ってたんだよ。じゃあいただきます。こうなりました。それ菜箸だよ。いきますよ。一旦このインサートいただいた後に、マンモスをね、オスオラホモ。新宿二丁目最強のバルク。ああ、撮影終わった。外の新鮮な空気吸ってきます。真っ赤な血潮が荒れ狂う。野生の体が無知になる。ああ、お前は虎だ、命知らずの獲物を求めてさまようタイガー。
卵5個とマグロ 200g ぶつ切りです。で、まあ、わさび醤油とご飯 500g 味噌汁です。オフでもね、こういうリーンな飯ちゃんと食べれてるっていうのはすごい進歩だと思いますね。今日も素晴らしいご飯です。美味しそう。ウィーおす、ほら、もう、捨てるぜ。やっとブログできたー。美味しそう。ということでお疲れ様でした。今、朝の8時前かな。最近ちょっと寝る時間がね、遅すぎて。去年のね、まあ、秋頃とか、寝る時間が5時ぐらい。で、6時にはもう俺、布団入ってたと思うんだけど、どんどん時間が伸びていくわ。このまんま行くと、昼に寝るとか、で、一周回って夜に寝るみたいな風になんねえかな。なんねえか。さすがにね、4時間しか寝なくても12時だからね。で、今日はね、まあ、T シャツの梱包とプロテインの梱包、まあ、土日にやっとけよっていう話なんだけど、全然やってなかったんで、朝起きたら速攻やんなきゃいけないんだけど、雨らしいんですよね、今日。雨の日はね、僕もやっぱ濡れたくないから、配送すらね、ちょっと億劫になる時があるんですよ。そういう時はね、まあ、マジでごめんって感じなんだけど、今週中には、まあ、みんな届くんじゃないかな。一日で結構発注があったりするんだけど、まあ、そこら辺も、なるはやで、まあ、自分なりに なるはやでやっていけたらなと思います。車検のなんか、手続きがまだ最後にあるんで、それもちょっと行けたら行きたいですけど。ね。早く起きることだね。じゃあおやすみ。